ました。一体感 YFC 岩本恵美香と彦師匠です。はい、お願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。練習お疲れ様です。ありがとうございます。やっと涼しくなってきましたね。そうですね、最高です。今日はまあいい感じで、もうゲスト笑ってるんで、もう笑ってます。声入ってんじゃないですか。呼び込んじゃいますか。はい、お願いします。今日のゲストはこの方です。どうもです。どうもです。え、俺真ん中いいですか。どうもです。はい、ということで自己紹介をお願いします。背番号27番榎本圭吾です。校長榎本選手、絶好調男です。はい、来てくださいました。時期合わせてきたね。合わせてきましたね、完全に。完全にそうだね。一番いい時に、ね、うん、今来てもらったんですけど、はい、まずこのコーナーの中で呼ぶニックネームを決めたいんですけど、なんて呼ばれたいとかありますか。みんなになんて呼ばれてるっけ。みんな敬語なんですよね。俺セネームエノなんですよ。俺エノチーって言ってるよね。まさかエノチーですね。エノチー、エノチーって最初から呼んでるんですよ。ルフィでもいいかなと思ってるんですけど。出ました出ました、早速出ました。まあそうですね、ルフィにする、シャンクス、まあエノチーでいきましょう。まあわかんないから。わかんないですね。エノチでいいですか。先に言っておきます。今日多分ワンピースの、はい、ワンピースわかります、漫画の。はい、わかります。ワンピースの話ばっかりになると思います。ワンピースめちゃくちゃ好きなんですよ。俺のワンピース先生で、はい、会えばワンピースの話です。自分のことルフィだと思ってる。じゃあ、じゃあ後ほどね、いろいろ聞けるの楽しみにしてます。はい、ではエノチ、エノチでよろしくお願いします。お願いします。それでは改めましてエノチにお話を伺っていきます。お願いします。お願いします。はい、まずはね、サッカーの質問からなんですが、サッカーを始めた年齢と、まあ、なんでサッカーを始めたのか教えてもらえますか。サッカーを始めたのは、3歳くらいです。早くね。3歳。そうですね、生まれた時からボール触ってましたね。すごい、まあ、3歳ってね。お兄ちゃんが多分小学生彼やってたんで、6歳、3つなんですけど、うん、6歳なんで、多分3歳からかな。お兄ちゃんがやっててみたいな感じですね。その影響で。はい、もう完全にお兄ちゃん影響です。お兄ちゃん好きだよね。お兄ちゃん大好きです。いつもお兄ちゃんの話する。お兄ちゃんマジ大好きです。まあ今日も練習ありましたけど、一番好きな練習メニューってありますか。好きな練習メニュー、うん、メニュー、ボール触るのが好きなんで、メニューってよりかはボールがあればいいかなって感じです。好きだね、すごいね。って感じですね。そんな、なるほど。好きなメニューとかあんまりないですね。じゃあなんかあ、これきついなみたいなメニューはありますか。きつい、うん、あ、大変。どうなんですかね。あんまり感じたことないですね。すごい、夏場のメニュー。あー、でも夏場の対人とか確かにちょっとまあきついですけど。今年やばかったね、特に。体はきついですけど、その何ですか、心的には別に大丈夫ですか、うん、体はきついって感じですか。すごい、まあ、だからこその5連戦をずっと乗り越えた選手でありますね。いやいやいや、えのちいさん、えのちいさん完全師匠です。鉄人鉄人って言ってくるんですけど、師匠です。全部出てますから、あれも本当に試合見てても疲れがね、表情から見えないんですごいなと思うんですけど、やっぱそれも練習の賜物ですよね。そうですね、完全に。まあ、えのちは本当はサッカー楽しんでやってて、ずっと笑ってやってるんでね。ではサッカーをしてて良かったなって感じる瞬間はありますか。良かったな、あー、でも良かったな、難しいですね。うん、シンプル楽しいって感じでやってるんで。でもあれじゃない、ワンピースの話みんなでできるんじゃない。まあ、そうですね。それはありますけど。じゃあちょっとあと2つくらい聞いてからワンピースでいいですか。わかりました。はい、で今季、まあ、榎本選手といえば、榎本といえば初ゴールがあったということで。あ、そうですね。そう、試合開始2分で八戸戦でのプロ初ゴール、はい、あれどうでした。あれは良かったです。すごい、まあ、横山選手からパスをもらって、まあ、相手選手をかわして落ち着いて、すごい右足でシュートを入れてたなっていう印象だったんですけど、はい、あれはもう練習してる形だったんですか。まあ、シュート練習はしてました。でもそんなあの形はなかったですけど、
とっさにって感じですね。プロですね。いやいや、プロ1年目ですからね。1年目だよね。1年目です。1年目だよ。すごい。だから今年のマイシーは1年目のルーキーたちがもう大活躍してくれてるんで、はい、本当頼もしいですね。若手即戦力、はい、若手即戦力、本当に、はい、中安の部屋で学びました。よくわかりましたね、俺も今思いました、はい。いや、その2点目も、まあ、2試合連続で、ね、ゴール決めてて、はい、かなり好調なわけですが、今スタメンに定着してますが、自身の手応えはどうですか？手応えは、まあ、そんなにないですけど、もっとやらないとなっていうふうにずっと思いながらやってます。はい、まあ、ここまで、まあ、真面目な話をしてきました、うん、ちょっとワンピース話したいみたいなんでね。いや、まあ、聞いてきましたけど、ね、普段の会話からなんか全部つなぎちゃう、ね、普段の会話がそうなっちゃうんですよね。今日も、まあ、これあんま言っちゃいけないかもしれないですけど、練習中に氷が落ちてたんですよ、グラウンドに。はい、でそれ見てワンピースに氷を使うキャラクターがいるんですけど、青生地っていうキャラクターで、あ、はいはいはい、青生地がこの辺にいたかもしれねえとかいうのはありますね。で集中にありますね。こんなんちょっとあんまり言っちゃいけないかもしれないですけど、まあ、でもたまにヤブさんもちょっとそう、コーチとかもちょっとあ乗ってくれる、はい、なんかすごい、まあ、見てて練習大変そうだな、きつそうだなって中にそういったちょっと楽しい光景があるわけですね。そうです、だいたい毎回あるよね。そうですね、ちょっと、ほんとちょっとですよ。監督もボケるし、